せようか。広瀬先生の呼び出しはこの流星雨に関係あるのかな。やっぱり GT だよ。流星雨の影響で色が変わるのか。広瀬先生遅いね。昨夜は別荘にお泊まりだから。ああ、夜遅くまで研究してお休みという例のパターンか。起こすと機嫌が悪いからほっときましょう。そうだね。GT 剤に関するデータか。見てみたいな。ええ。
だ。 GT 台を無断で使用したのは君か。いえ違います。前田君どうなんだ。いえ私もやっていません。やったのは私です。伊達君、なぜ GT 台を無断で使ったのかね。皆の班となるべき主任がそんなことでは困るよ。先生、何か勘違いしてらっしゃるんじゃありませんか。勘違い？ GT 剤は私が開発したものだということをお忘れになってらっしゃるんじゃないかと思いましてね。私の研究を全面的にバックアップしたいという企業がありましてね、ぜひ GT 剤の効用が知りたいというのでお見せしたわけです。 GT 剤には大きな副作用がある。その問題が解消しない限り世間に交渉するわけにはいかないんだ。研究は慎重に慎重を期して進めながなら。一つお聞きしますが、先生は私に研究を中止させておいてご自分で GT 剤の研究をお勧めになる気じゃないんですか。私の研究を横取りして。くだらん、見下げ果てた男だ。もう死でも弟子でもない。出て行きたまえ。私の研究は企業の水縁の的なんです。研究費を湯水のように使わせてくれるところもいっぱいあります。失礼します。前田君、君はどうする。私と一緒に来るかね。無理にとは言わない。ついてきたければついてきたまえ。主任待ってください。先生、なんでこんな素晴らしい研究に消極的なのかしら。停電みたいですね。マイミ、いたずらが過ぎるんじゃないか。マイミ、ちょっと待ってくれよ。そんなに怒らないでさ、ね、謝るからお願いね。もう機嫌直してくれよ、いい加減に。いや、許せないわ。昨日のデートすっぽかされたおかげで私眠れなくて、今日は今日で大学休む羽目になっちゃうし、もうみんな始めが悪いんだからね。そんなめちゃくちゃだよ、それは。いいのめちゃくちゃでも、今日はうんとわがまま言いたい気分なんだから。わかりました、この通りね、謝るから許して。いや、はい、広瀬研究所です。あら、前田さん、今どちらにいらっしゃるんですか。ええ、ええ、広瀬先生が殺された。どこだ？GT剤はどこだ？ GT剤はどこだ？どこだ？知らない。 GT 剤は我々
にとってぜひ必要なものなの。こうして。我々の世界には GT 剤を構成する物質がない。 GT 剤そのものが欲しいんだ。すごいな。また思い出せないようだな。ご苦労さん、お引き取りください。神原さんからはもう少しお聞きしたいことがあるんですが。事情聴取が終わったらすぐ戻るから、先にアパートに帰って待っててくれ。分かったわ、なるべく早く来て。うん。さあ、神原さん。はい。立花さんですね。前田です。広瀬研究所で何度かお会いした。塩沢さんが殺されたのご存知ですか。塩沢さんも。塩沢さんもというと。ええ、広瀬先生が殺されたんですよ。昨夜伊達先生が呼び出されて別荘へ出かけたら、広瀬先生が殺されていたと言うんです。実はお願いがあるんです。伊達先生がおっしゃるには、広瀬先生は自分に GT 剤についての新発見を伝えようとなさったに違いない。先生は几帳面な方だから、きっと研究資料を残していらっしゃるはずだ。私は今日伊達先生と落ち合うことになっているんです。お願いというのは、それまでに広瀬先生が最後に残された研究資料を探し出してもらいたいということなんです。そんなこととても私には。私や伊達先生は研究所を出ていた関係上、自由に出入りはできないんです。
もうあなたに頼むしかないんですよ。お願いします、手伝ってください。お願いします。何をするの刑事さん。やめろ。頼みます。待て、待たずか。じゃあここで待っててくれ。俺一人でも行ってくる。どうしても行くの？行かなきゃ広瀬先生の死を隠した理由が立たなくなる。広瀬先生が残された GT 剤の研究資料をどうしても手に入れたいんだよ、科学者としてね。わかったわ、私も行く。出さなきゃ。違う、これも違う。広瀬先生の別荘だ。GT 剤だ、 GT 剤をよこせ。お前だな、殺人鬼は。逃げろ。
前田君と待ち合わせしていたんだがなかなか来ないんでね、気になって研究所まで来てみたんだよ。前田さん殺されました。え？おそらくあの怪物が殺したんだと思います。あの怪物は GT 剤を狙っています。 GT 剤を？本当か？広瀬先生も塩沢さんも殺されました。なぜなんですか？なぜあの怪物は GT 剤を狙ってるんですか？わからない。私には何が何だかさっぱりわからない。教えてください。広瀬先生はなぜ主任に研究中止を命じられたんですか？ GT 剤の副作用のせいで。 GT 剤を大量に海中に投入すれば 99% プランクトンは絶滅するという予測が立てられたからなんだよ。プランクトンが絶滅するということは海の成分が変わるということだ。海の成分が変われば現在地球上で生息している動物や植物はどうなると思う？海は生物発生の起源と言われています。その海の成分が変われば地球上の生物は絶滅する。いや、海ばかりではない。植物を急成長させようとして陸地に大量の GT 剤が散布されたらどうなる？地球が変わる。地球の成分が変わり新しい生物たちの世界が始まる。悪魔の研究だわ。 GT 剤開発なんて悪魔のすることよ。何とでも言いたまえ。善か悪かは結果が決めることだ。プロセスが悪であっても結果が善であればいいんだ。あと一息なんだ。研究は着々と進んでいる。欲しい。広瀬先生が残した最後の研究資料が欲しい。昨夜の電話の口調で分かる。広瀬先生は重大な発見をしたに違いないんだ。これに違いない。見つけたぞ、神原君。お前は一体何者なんだ？何のために GT 剤を狙う？私は遠い未来から来た。人間には想像もつかない未来から光に乗ってやってきたのだ。光に乗って？あの光はタイムマシンなのか？そうだ。私や同胞たちは第二の地球人だ。愚かな人類は科学の発展に伴う公害物質の廃棄処理を誤り、回復不能の環境汚染に陥って500年後地球上の全生物と共に絶滅する。それから我々の世界の創世記が始まる。流星雨が地球にもたらした宇宙バクテリアが我々の祖先だ。地球上の生物が海中のプランクトンから誕生するように、第二の生物は宇宙のバクテリアが進化して誕生したというのか？我々は地中深く埋められた人類のタイムカプセルによって GT 剤の存在を知った。タイムカプセルには何が記録されていた？ GT 剤は完成するのか？ GT 剤は今から1ヶ月後に完成する。 GT 剤2としてな。発明者は広瀬治と伊達圭介。食糧危機を何度も救った神の発明だそうだ。 GT 剤をよこせ。
GT 剤で海を変え、現在の地球生物を絶滅させる。一日も早く我々未来人の時代を築くのだ。 GT 剤が大量に保管されている場所はどこだ？ GT 剤が大量に保管されている場所、そういうことか。 GT 剤のある場所が分かれば貴様らに用はない。私がこの時間帯を選んでやってきた理由を教えてやる。 GT 剤を手に入れ、同時に広瀬治、伊達圭介を殺して GT 剤2の完成を阻止するのに最適の時期だったからだ。遅かったな。貴様が来るのが遅かったと言ってるんだ。死ね。夢だわ、みんな夢よ。あんなひどいこと夢に決まってる。
夢じゃない現実だ。広瀬先生も伊達さんも前田さんも塩沢さんもみんな死んだ。そしてそして GT 剤だけが残った。真由美、俺はやる。伊達さんの研究資料をもとにして GT 剤2を完成させ広瀬先生と伊達さんの名前で発表するんだ。そして GT 剤を人類の平和のために使うんだ。